はい、皆さんこんにちは、日本テーラード協会の、会長の柳と申します。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。NHK のスイッチインタビューは、2回にわたりまして、先生と小倉智昭さんの、対談が放送されました。それで、こちらに足をお運びいただいた方もいるのではないかなと思います。私ども、いろいろ芸達者の人たちがいてですね、カメラ回したり、司会をやったりしてるんですけど、あるいは受付とかですね、あるいは告知とか、みんなボランティアで、やってます。とても私も仏教協会の活動に関わるまではボランティアでやるという機会がなかったんですけど、本当にお寺というか仏教のお手伝いをするってとても楽しくてですね、やりがいがあります。ちょっと普通のボランティアともちょっとこう手応え感が違うのかなと思うので、ぜひ皆さん体験していただけたらなと思います。それで一番代表的な、お手伝いといいますか、お布施ボランティアがですね、私どもにとってはお布施であると思います。それ前回のテーマでもあったんですけれども、お坊様にお布施するとですね、とっても気持ちが、なんて言うんでしょう、喜びがもう本当にすごく大きいんですよね。で、私よく覚えてるのは今回司会していただいている佐藤哲郎さんが一時出家なさったことがあったんですけど、その時新米のまっさらな佐藤さん、成田さんっておっしゃったんですけど、にお布施させていただいて、その時友達と2人だったんですけど、お布施させていただいた時の喜びがまだなんかどっか心に残ってる気がするんですよね。本当にお布施させていただいた時の喜びってとても大きいので、ぜひ皆さんに体験していただきたいと思います。で、4月の21日が、お休みでございますけども、ちょうど皆さんでお食事のお布施をオープンにしたい方どうぞということで声がかかっておりますので、手ぶらでもぜひお越しいただければと思います。もし何か一品なんか少しでもということでしたら、本当に1人分2人分でもいいので、果物でも何でも、あるいはお花とかでも結構だと思うんですけど、お持ちいただいてもよろしいかと思います。その場合は9時にですね、9時10時ぐらいかな、お布施自体は11時ぐらいに始まりますので、に、お越しいただけたらと思います。幡ヶ谷のですね、ゴータミ少女のことでございます。ゴータミ少女、目の前が幡ヶ谷緑道でございまして、ちょうどこの間桜が開花宣言がありまして、今日見てきたらまだちらほらでしたけども、これから雨が上がって暖かくなってくるので、見頃になるのかなと期待してます。で、今菩提樹様もございましてですね、整備したのでとても美しいですね。ちょっと寒さにやられて葉っぱが落ちてしまったんですけども、とても菩提樹様の前で、参拝させていただくとですね、本当にまあちょっと心が洗われるような気持ちになりますので、ぜひ、お参りいただければと思います。そして5月に入りますと、上坂の月でございまして、5月のですね13日にはこちらで、上坂祭がございます。で、そちらご案内がまたメールとかですね、あるいはホームページとかでございますので、ぜひぜひ皆さんお越しいただければと思います。で、5月の14日はゴータミ少女でお食事の布施会ですね、お布施式がございます。もろもろ最新の情報はホームページの方でアップされておりますのでご覧ください。今日のこの後ですね、8時今夜ですね、ズーム交流会ございますけど、ちょっと佐藤さんに先生の使ったスライドをお借りして、それを見ながら復習しがてら、皆さんとの交流を深められたらと思ってます。それはメールで皆さん告知図の方でご案内、申し込まれた方にメールでご案内してますので、それをご確認ください。もしなければ受付の方に紙がありますので、お伝えいただければと思います。以上です。ちょっと長くなりました。失礼いたします。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。では間もなく開会いたしますので、そのままお待ちください。では参詣と御開門から始まります。それでは皆様合掌をしてください。ナモタスバガワトアラハトサンマサンブンダス。ナモタスバガワトアラハトサンマサンブンダス。ナモタスバガワトアラハトサンマサンブンダス。ブッダンサラナガッチャーミ。Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyam ke Buddham saranam gacchami.Dutiyam ki dhammam saranam gacchami. Dutiyam ki sangham saranam gacchami.Tatiyam ki buddham saranam gacchami. Tatiyam ki dhammam saranam gacchami.Tatiyam ki sangham saranam gacchami. Tatiyam ki sangham saranam gacchami. Dukkha. Panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami.Panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami.
私の親しい生命が幸せでありますように私の親しい Thank you.
Thank you.
天気が悪くなりましたが、本当に来ていただきましてありがとうございます。今日はあの仏道の、 あの3ステージで、第1ステージである道徳というところね、について説明したいと思います。道徳倫理といったら、この世間で言ってるようなレベルでないということは理解できると思います。大体仏教と他の世の中にあるさまざまな教え、すべてまとめたら仏教はどこら辺違いますかと理解したい場合は、一番簡単なアクセス、はい、入り口はこの道徳を理解すればね、分かると言いますね。なぜかというと、この道徳っていうのは、まあ、悪いことするなよとかね、嘘つくなよとかね、誰だって知ってることだからね。ではそこら辺ね、どんな宗教でもね、そんなことは言ってるしね、人のものを取るなよとかね、そんなもんかと。ブッダも人から何かパクって喋ってるんでしょうかとかね。だからお釈迦様がこの悟って、自ら発見して、いまだかして世の人々は知らなかった真理を語ってるんです。それは道徳みたいな誰にだって理解できるところから比較してみると何か分かるでしょうと思います。はい、まあ今日のすぐに言います、説法会のオフィスはね、前田真理子様ですね、それからまあ教会の哲郎さんやらね、佐藤淳益子さんやらね、またいろいろな方々がね、スタッフの方々大変いろいろ準備をして、あの苦労して、その教員会、説法会というんで、講演会で何ですか今日は、分からない。説法会でも講演会どちらでもない曖昧中途半端な会です。それを、実現できましたこと、皆様に心から感謝いたします。ありがとうございます。皆様方幸福でありますようにと誓願いたします。はい、そこで、まあ、道徳でちょっと厳しい態度取らなくちゃあかんだからね、法律みたいなことでね、あの日本のことよくわからんだけど、法律作るときでも、あの憲法書くでもね、あのチャプター123とかね、そうやってセクションごとにあの書くんですね。まあ、有価の有名な樹海に合わせて、あのチャッター10にしようかなと思ったんです。これはちょっとした遊びですけどね。で、チャッター1で、いわゆるこの憲法のスタート、イントロダクションですね。で、道徳という前に命って何かと理解しなくちゃいけない。だから命の構成、それを知った上で
どう生きるのかということが見えてくるんですね。そこで一般的に理解できる説明始まります。命は様々な組織でできている、まあ複合体ですね。私で言ったっても複合体なんです。で、皆様の知識、世間的な知識から見れば、目は目なりの組織ですね。自分でまあいろんなことをやって頑張ってるんですね。耳は耳なりの組織で、目とシステムが違います。決して耳はね、ちょっと困ったんだけど、どうすればいいかと目に相談しません。耳にトラブルがあっても、目にトラブルがあっても耳に相談しません。で、胃袋やらそこはそれそれの働きシステムがありますよ。で、その中で筋肉は筋肉の仕事があるわ、骨組織はそちらのシステムがあるわ、脳みそは脳みそのシステムがあるわ。それは学校でも学んだらよ、わかりますね。例えば脳みそっていうのは各システムに電気信号を送って、まあ、オンオフやってもらいますね。オンオフかスピードを下げるか上げるか、やってるんですね。それから脳みそでそれぞれ組織に必要な時々この物質があるんですね。働くためにホルモンと言いますけどね、それを送ってあげるんですね。それで肝臓に必要なホルモンが腎臓に行っても意味がないんです。で、そこら辺はまあ一応自分のものだけ行くことって、見事に仕事をしています。で、心臓組織はまあね、それはそれで頑張ってるし、それ循環組織はね、一番仕事をしてますね。血液は。そういうことで、この体の臓器はそれぞれ自由で仕事をしているんです。耳は耳の世界、目は目の世界、胃袋は胃袋の世界、肝臓は肝臓の世界で、工場みたいな感じであっちゃまち仕事をしているんです。だからといって好き勝手手にわがままでもないんですね。他の臓器の調子もどうでしょうかと。で、チェックしながら、まあ動いてますね。まあ今日黒田さんがこの肉体を車で運んでくれたんだけど、雨が降ってるんですね。そうすると車の交通状態はそれによっていくらか管理されますね。別に雨がね、あんた方は気をつけて運転しなさい、もうちょっとスピード下げなさい、言ってないんです。雨は降るだけで、でもやっぱりそこで合わせるんでしょ。だから胃腸がちょっと調子が悪くなってくると、他のところもやっぱり、はあ、心配だなと思っちゃいますよ。
そこでこの、まあ、心というものがあるんですね。それは物体じゃないんですね。脳みそでもないんです。で、心も勝手に仕事をしているんだけど、しかし肉体、各臓器の状況も見ながら、そちらの影響を受けながら、いわゆる調整しながら心は活動しているんですね。ですからこのいろんな生命組織、複合体、お互いに連絡し合って、ある程度で自立して、しかし連絡しなくちゃいけない。その中で親分は見つからないんですね。複合体の中で誰が親分ですかと、一つでもなくなっちゃうとシステムが壊れる。普通の機械、車とか同じなんですよ。一つ外しちゃうともう車でなくなっちゃうんです。ただタイヤ外しちゃったらもうどうと動かないんでしょうね。だからでタイヤが車ということでもないんですね。でそこで理解してほしいのは、我々は私とかすっごく威張ってるんだけど、それがどこにあるのかと。どこにもないんです。よりおかしくなるのはこの探せば見つからない、探しても見つからない私という観念がね、全部支配管理しようとするんですね。で、道徳っていうのは至ってシンプル、これやめなさいよ、おかしくなりますよ。心臓が各臓器に指令するならば、心臓が実際にあるんだから、まあいくらか仕方がないと思ってもいいんだけど、心臓はそんな余計なことはしません。いたすら自分の仕事、控えめで頑張っています。じゃあ血石が私が一番大事な仕事をしていますよ。運搬役だからね、そのシステムなかったら終わり。だから血石だけは全ての臓器とコネクションがありますよ。でもそんな血石はそんなこと思ってないんですね。私が全部管理しましょうとか、はい、次に行きます。それから行動管理。この体のファンクションを管理すること。道徳です。管理しなかったら。心と他の組織が互いに調整して活動するために、ための管理は道徳的な生き方になります。だから心が勝手に自我張って暴走しちゃうと、
他の臓器システムには迷惑なんですね。あるいは働くな気分やで、その時働きます、その時医師とやりまっとうかね、これでうまくいかない。だから全てのファンクションをうまく活動させるための管理、それが道徳っていうことですね。要するにコントロールシステムでしょ。それがなくなると、コントロールは嫌だって言ったってもどうしても必要でしょう。それで時々ありますよ、あの感想が調和してやりたいんだけど、なんか異常が起きちゃって別所に行動する、あの調和が崩れちゃうんですね。腎臓も時々そうなったり、胃袋もそうなったり、まあ心臓はそうなったりすると大変でしょうしね。そういうのが食流病気なんですね。それはその臓器を何とか手入れして、いろいろ何とかすれば、まあ治ったり、まああるいはもう修理それほどできないとか、どちらかですね。それでこの心とのファンクションが乱れたら、暴走すると大変なことになります。体の各臓器が異常行動を起こすんです。それで心っていうことが皆様は何なのかって、今の物理学的な説明でわからないかもしれませんだけど、このまあ感覚ですね、お互いに感じるというね。そこをちょっと乱れたら、感覚はいかなかったら、その臓器が死にます。変な感覚で言ったら、すごく異常行動を起こしますね。ですから、物質的な体は大体自然法則だから、そこまで管理しなくて大体うまくいくんです。それは我々は苗植えたら水をあげて、まあ別所に日常時間見張っていなくたっても大丈夫です。たまたまどうなってるのかとか、虫でも入ってるのかとかね、チェックするだけで十分です。だから体のメンテナンスはすごい簡単です。そこで心はそうじゃないんですね。心がとにかく暴走したい、いい加減なことをしたいという感じで、もう働いてもはちゃめちゃなんです。で臓器全部まあおかしくなるんです。それでも気にしない。だから、心が落ち着いて仕事するようにとコントロールするんでしょう。だからそれが道徳ということに定義するんです。だから道徳ないと命が成り立てないんです。The management of mind.マインドこの場合はメディアとコンシャスネス。コンシャスネスをマネージメントすることが道徳で、それやらないと全部細胞組織がおかしくなって、お互いにあるあの相互性というかね、
それがなくなっちゃって大変なことになります。そこで誰かがマネジメント・オブ・コンシャスネスという道徳、モラリティ・エティクスで、一般的にモラリティ・エティクスと言っちゃうと、西洋で考えた哲学者の妄想やと思ってるでしょう。だからあんまり気持ち好みじゃないとかね、関係ないやとも思ったりするんだけど、そうじゃないんですよ。道徳も、今日の道徳はマネジメント・コンシャスネス。そうすると体の臓器はみんな問題なく順調に活動するんです。その結果すごく幸せになりますよ。そこで体にも使用期限がありますから、物質だから。だから使用期限終わるまで体が活動してくれます。要するに寿命を全うすることができます。世の中でほとんど人々は寿命を全うしないんです。全うする前に心臓発作を起こしたり、あるいは脳出血してね、なんとかなったり、がんになったり、いろいろします。がん組織そのものを見てもあれは異常組織ですね。細胞たちがなんかみんなと調和してではなくて、俺が自分勝手になことをやるんだよと。家に住んでる言うこと聞かない子供みたいな感じで、本人が自分好きなことをやっていて、親が言うこと聞かないとかね、そんな感じになるんですね。はい、まあそれで分かるんです。この道徳っていうのは何か変な宗教的な、あるいは哲学的な、私たちに関係ないではないんですね。これはどう生きるのかというすごい現実的な、ものすごく必要な、決して無視できないことなんです。言葉変えると呼吸と同じ大事なんです。道徳は、まあ呼吸なんかただ汚れてる空気でしょ、まあ吸わないとかね、そんなわがままはできませんね。やっぱり呼吸を吸わなくちゃいけない。やめたら直ちに組織壊れて死ぬ。それと同じで道徳もね、24時間心の管理しなくちゃなんです。そこで道徳憲法のチャプター1が終わりまして、チャプター2に入ります。まあテーマわかるでしょう。 The why morality という必修演説、まあそこで説明してたんです。でチャプター2でブッダが発見した一でこの一般的に誰にでも分かることを言ったんです。そこでお釈迦様が発見したところを説明します。お釈迦様は命は五運で構成されていると言うんですね。五運ご存知でしょうね。ルーパ・ヴェデナ・サンニャ・サンカール・ヴィンニャーヌ・シギ・ジョーソー・ギョーシキという。運というのは組織。ここで一番目は色運と呼ぶんです。ここで色と書いてありますけど、これは物質という意味なんです。あるいは細胞にしてもいいんです。
細胞組織すべてまとめて一個にしていたんです。あんまり心臓は肝臓は腎臓はとかないんです。それはお釈迦様の分かりやすくするためのどちらが一番大事なのかというためにした分析なんですね。学校に行ったらもう細胞一個一個学ぶか書式ごとに学ぶかもう専門的に医療、まあ、医学学ぶと、まあ、心臓のプロになるか肝臓のプロになるか、ね、消化器官のプロになるかあれやこれやとかね眼科にいろいろ。そんなに大げさですかと肉体は。すごいお金かけて、すごい採算を使って、すごい時間をかけて、やる必要あるのかと。何もしないことやってもいいとは言ってますよ。だから仏教から見ると人間やってるあれやこれやとか美容室からねスポーツセンターとかねそれからマンモス病院とかね必勝ですかと。だってどれまでねもう1キロであるいは500メートル単位で病院があったからといってどんな医者でも人の病気を治すことはできない。ただあらゆる機械でデータ取ってデータ取ってこれこれこれですというだけで、ですからこの仏教になってくると色運そこで本当に道徳だから色運とは言わないんで、色衆運でしたっけ、衆っていうのは執着の執着でしたっけ、執着って意味、ん執着の意味、ん執着という意味で執着、うん、執着という意味で色衆運と。だから五運ではなくて五衆運、あの執着というところで大事な言葉、それだけやるなよと、すべて壊れますよと。すべてを乱れてしまいますよと。だから色衆運といえば、もう病気で、あの執着の、執着の、そこをなんとかしなくちゃいけない。今説明に私はこの衆という単語を入れてないんです。そこで細胞組織すべて仏教では色運で終わってます。残り上がりますよ、重創業式。重っていうのはいろんなものを体に触れるでしょ。で触れることを受ける。反応する。それが命ですよ。そう感覚ですね。感じるんです。ですからね、スーパーで買ったね資金は細胞書籍ですけどね、命ではありません。だって何も感じないんですね。触ってもそちら反応しない、冷凍しても向こうは反応しない、油で揚げても
物質的な変化が起こるだけで、ああ嫌だとは言わないね。でも私たちは何か触れるとすぐ感じるんですね。それは重運、残念ながら重臭運なんです。そこで道徳が必要なんとかの執着の執があるんだから、これ何とかしなさいと。それでまあ騒音っていうのはいろんな概念作ったりすることで、まあ思考とほとんど似てますね。で行音っていうのはとにかく何とかやりたいやりたいやりたいっていうこの衝動的な働きがあって、それから色運っていうのは認識、まあ、認識する。ですからこちら4つのファンクション機能があります。これをまとめてまあ、心というんですね。そこ的にはこの4運は一体として活動するんです。この4運離れる離すことできない。だから何か感じた瞬間、例えば自分の手自分の指でタッチする、タッチした瞬間で重運も騒運も行運も色運も起きてる。4つ一緒でも一つで働くんです。でこれは明確に別々なものであるって説かれていますから、これは一緒でも証拠に基づいて説明することで、どんな人間にも至って簡単な実験で、ああ4つバラバラ別々なエネルギーだと分かることができます。それにはすごい金かかる実験室はいりません、体の管理は重運、騒運、行運、色運が行っているのです。死運が正しく働くための注意が道徳だと定義できます。だから仏教的には道徳とは重騒行色運の執着の執ところ、それはコントロールするんです。間違って命を壊すんですよ、執着が。それ危険なもの。原発と同じで、電気が出てくるのはありがたいんだけど、恐ろしい放射持ってるんですね。だから原発を作る場合はもうはっちゃめちゃ何に気をつけてるのかというと放射の問題な。いかなる場合でも放射が漏れないように、だからすごい金かかるんですよ。油断燃やしちゃえば簡単なのに、膨大な熱源で生まれますよ。それで今はまあ水を温めて、それでターバイン回転させますけど、将来的に熱源そのものを電気源に入れ替えられる何かシステム開発すれば、水がなくてもできるかもしれませんし、あれがずっと冷やさなくちゃいけないしね、原子炉を。だから地球の物質に耐えられないぐらい熱が出ます。だから冷やさなくちゃいけない。まあそこはそんなに難しくないんだけど、水にも放射
能があるし、だから証拠は外にばれないように、外に漏れないように、症例が、だから原発作る時の苦労の 90% その苦労なんです。あらゆる管理システムがあって、警報システムがあって、大変です。かなり大きな土地まで取っちゃって、一般人が許可なしに浮かすに入るなよとかね、そこまでコントロールして、だからこの四季運、十運、五運、何言ったっけ、十創業四季別ね、命でしょ、そちらで五種運というんだから、種、執着の種、ウパーダーナ、パーリオで、これを制御しなくちゃなんです。でないと管理していない原子炉みたい。まあ別にどこかバイトしてる人なので、ちょっとあんた原子力発電所で仕事してくれません、これはセントラルコントロールシステムで、まあこういうスイッチを仕入れてて、それでは大変でしょう。押したい放題ボタンを押したりとか、原子炉を覗いてみたりとか、冗談じゃないんで。その管理で、ブッダから見れば道徳とは、この執着の、まあ執ということを一番危険なもので、それをコントロールしようというね。だから四運が正しく働くための注意が道徳だと定義できます。要するに法則に従って正しく命を管理することが道徳です。認識の指導で生きる生命には道徳が不可欠です。そこでちょっとした難しいポイントが出ていきます。認識の指導で生きていること、我々は考えて行動するんですよ。あれがまずいんです。皆さんは考えて行動しているでしょ。考えて何かやったらやってはいけないことをやっているんです。だから世の中変でしょ。みんな考えてやってますよ。戦争もはっちゃめちゃ考えた結果でしょ。喧嘩するのもね、考えた上の結論でしょ。はい、喧嘩しますと。そちらでこの認識して行動するんだから、そこら辺で制御しなさい。それで一部の生命がいるんです。何も考えません。いわゆる本能で生きている。だから、これやってはいけない、これやりなさいということはあんまり関係ない。例えば、まあ、チンパンジーでも、サルでも、犬猫でも、
何かこれこれダメでしょうって言っても別にという感じでいるでしょ。嘘そこないこと言ったってもね、いるに関係ないんです。だから認識してコンシャスネスを使って生きているのは人間ですね。だから人間には道徳は不可欠です。はい、3に入ります。本のいわゆる生かす力、なんで生きているのかと。みんな本能を持ってるでしょ、すべての生命は。まあ本能っていうのは生かす力、命をいくらひどくても生かしちゃうんです。どんなひどい目にあっても生きていたいという、生かっちゃうんです。それは仏教用語で活愛というんですね。活愛は分かりやすく言えば生きていきたいという本能ですね。本能だけで生きる生命には道徳管理できません。で、活愛だけ考えることはしない。認識あるんだけど、認識して生きることはしない。だから動物は獲物を見たらパクッと取っちゃう、本能で。で、猫は何か動くものを見ると、動くものを見ただけで飛んで、そこに叩いたりする。本能です。だから本能だけだったら、まあ、道徳を入れるところはない。従って、生命に成長することもできない。でも、動物は道徳は犯しませんよ。面白いことに。猿チンパンジーは嘘をつきません。人を騙しません。本能で生きてるんです。さまざまするとかなり威嚇して攻撃します。本能。あれ、価値は。生きていきたい。だから触るなよと。認識判断をベースにして生きている人間に道徳が必要です。生き方が正しいか否かを判断して行動するんです。我々人間が。この判断は間違う可能性がありますからね。私たち一人一人、あ、これが正しいんだからやりますと、これは食べるものだから食べますと判断するんですね。でもその判断間違ったっていうことはいくらでもあり得る。よく見ると、今まで歴史を、人間の歴史考えると、みんな考えて判断しているんだけど、歴史では正しいことをやった形跡はないんです。人類の歴史ははちゃめちゃの歴史でしょ。時々すごい文明があったり、ゴールデンピリオドがあったりとかね、わずかな時間で壊れる。持ちませんね。日本にもいろんな時代があるんですね。縄文時代から。なんでああいうのが壊れるのかと。ですから判断でしょ。例えばある文化が繁栄しているのに、隣の民族が来て攻撃して、これは潰しちゃう。で、その文化がそれで終わり。
で戦争がなくても古いものは関係ない、新しいものにしようとかね、新しいものを作るでしょ。それが正しい判断だったらいいんだけど、次の世代はなんでこんな古いものでそれは壊して新しいものを作るということは、判断は正しくないね。だけど私たちの年齢でいいことやと思ったことは、今の若い人々は古い時代遅れと思っちゃうんです。そこ問題なんですね。だから一人一人が自分の判断が正しい判断しなくちゃいけない。正しい判断するための条件、サポートが道徳社会なんです。あるので道徳を他人から、経験者から、理性あるいは知恵がある人から学ぶべきです。だからこれとても根本ね。あの髪型どうするのかとかね、5年前の髪型今ダサい気持ち悪いとかね、5年前のズボンのあるいはスカートのスタイルは嫌だあれはと、そんなのはもう何の価値もない生き方でしょ。そんなもんばっかしで命かけるんですかね。だからけしからんよ。人間としての、命としての重さが感じてないんです。スカートの形どうするのか、長さどうするのかとか、色デザインどうするのかとか。それでもう1年、2年古くかて、あんなのは古くてダサいダサいと変なこと言ったりしてて。だから結局は本能で生きてる生き物たちよりもレベル低い生き方を人間やってます。ですから命っていうことをよく真剣に考えて正しく生きる、どうやって正しい生き方を判断するのかというと、我々は誰かから学ばなくちゃいけなくなります。なぜかというと、一緒にチャプター4に行きますが、ここでこの学ぶ必要があるということになりますね。よし、ちょっと、はい。で、学ぶのは嫌だとかね、言ってる場合じゃないんでしょう。生きていきたいっていうのは活愛。この本能が乱れているというテーマで、ちょっとアイデア変えます。しかし、生かしてくれる条件ではなく、命に危うい条件だけが溢れています。これは誰にでも同じことです。誰だって、どんな生命も生きていきたい。本能はそれです。それ仏教用語で活愛と呼ぶんです。でも生きていきたいなと思って周りを見ると、生かってくれない条件ばっかして。自分の命を壊す条件ばっかしです。例えば何か食べなくちゃあかんでしょう。食べるって我々は大体植物たちが作ったエネルギーをいただいてるでしょう。植物はたくさんあるんだけど数えられないぐらい。でも食べられるものはほんのわずか。
自分の指で稼いでるくらい。そこで命を危う状態にする条件がいっぱいありますね。泥に立っても殺される原因いくらでもあります。守る条件は少ないんです。それで我々は選択しなくちゃかんですね。危うい者に対してここで問題が起こるんです。恐怖感を感じるんです。あれあれこれが問題です。生かしてくれる現象 に愛着を抱きます。これで人生の運転が間違えます。まあ危険なものは当然あふれていますよ。でも恐怖感に抱いちゃうと怖い怖い怖いばっかし生きていられないでしょう。命を支えてくれるものにああ好き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 とかね愛着で生きていられないでしょう。だから恐怖感を抱くことも愛着を抱くこともアウト。そこはやめてほしいと。さらに現象に対してそこで我々はまた間違ったことをするんです、ね、1、取る、獲得するという態度と2、避ける、捨てる、壊す、攻撃するという態度。いわゆるポジティブマイナスの二つの態度を作るんですね、人間が。取るか壊すかでしょ。よく怒りなどの感情が行動を管理することになります。それから人の生き方は欲が管理する、怒りが管理する。よくあんたこうこう生きてみなさいと、怒りがあんたこういうふうに生きてみなさいと言うんです。だから我々は結局は本能が乱れちゃって本能の上にいくつかのゴミの蓋みたいなものを現れちゃって、いわゆるかつわいの上に感情という癌が生まれてくるんです。怒りやらこれ癌です。増えるわ増えるわ増えるわ。例えば欲も癌です。いくらでも増える。そこでその割愛よりも欲と怒りが我々に指令するんです。だから我々はありがたく欲と怒りが言う通りに生きているんです。でも欲と怒りが救ったのは割愛と本能なんです。本能だけで生きているならば道徳はないんです。本能だけで生きていることは犬猫の仕事です。もう人間もやってる。だって動物も怒りで欲でしょ、猿も怒りで欲でしょ。これで人間様と言われるつもり？そこで道徳っていうのはそこを使わないでコンシャスネス、認識を使って判断してください。判断の仕方は学んでください。だって喋る言語も学んだんだから学ぶことは普通でしょう。何でも学んでからやって服の着方も学んだでしょう。
料理の仕方も学んだでしょ。だからそれで学んでやってますよ。学んでやってるところはそれほど問題ないんです。たまに料理がちょこちょこと失敗するんだけど、だからで人が死んじゃったとかないでしょう。料理の出来が悪かったんだけど食べられるし、どういったことはないんです。だって服をなんか出かけなくちゃあかんだから何か服を選んで、例えば何か羽織ったとしましょう。見ないで。それで判断間違ったんですね。でも服を着るべき、何か体に羽織るべきやと知ってますよ。一旦バスやら電車やら乗ってみたら、え、男の服でしたと。それで死ぬことはないでしょ。ちょっと恥ずかしいなとかね、アホなことやったなっていう感じがあるかもしれませんだけど、人は死ぬことはないんです。だから学ぶ世界ではそんなに問題ないんです。お釈迦様が道徳も認識判断の感覚書で学びなさいというふうに言ってるんですね。理性と理性と理解能力を使わないので生き方が非道徳になります。だから仏教から見れば、人間と他の生命にも生き方根本的にベーシカリ非道徳なんです。なんかキリスト教でね、人間だけ住み人はというような、人間だけじゃなくてどんな生命も住み人になるんです。それは誰かのバカが何か言ったからではなくて、この科学的に本能っていうものがあるんだからね、感情できてるからなんです。はい、チャプター5で理性を生かすんです。道徳とは感情ではなく理性を生かして生きることです。ですから、あれが好き言って飛んで取るんじゃないんです。そちらに理性入れてみるんです。取って良いのか悪いのか。取ったら自分に対していいことあるのかないのかとかね、いわゆる判断、それを学ばなくちゃいけないんですね。だから決して本能で感情で生きてはいけないというね。で、子供とか若い人々はかなり感情だけでしょ、好き嫌いだけできてるでしょ。ああ、子供だから若いと可愛いとか思ってる、あれ悪行為ばっかしやってます。道徳はないんです。本能が行う判断は非道徳になるので、理性を生かして生きることを制御します。だから本能を生かしてちょっと生きることを制御します。これが道徳的な言い方です。取る、得る、獲得することについてリミットを考える。だから生きてきてんだからね、我々は命を支えるものは取りたい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 感情で、あのね、取りまくったらダメだよと。命を支えるためにはこれぐらい取った方がいいやと理性で判断しなくちゃいけない。
そうすると道徳ですね。私は昔から聞く、よく俗っぽい質問があります。金持ちになりたい？誰だってそうよ、そうだよという。金額はいくらぐらい考えている？言った途端、もう、わからない。金持ちになりたいも頑張って仕事をしてもう事業を起こして研究者になって開発して発明何でもいいんで金持ちになりたい。でもあなた目指してる金額はいくらぐらいですかって聞いちゃうとみんな言うのは金ならいくらでも大丈夫でしょうと。リミット超えて、自分の管理リミット超えて金が入っちゃうと、その人は破壊するんです。食べるものと同じ。食べるものは命を生かってるでしょ？じゃあリミット超えてみて。どうなるのかと知ります。ただ聞くことが、生きるための一生でしょ。じゃあリミット超えて聞いてみて。耳が壊れます。だから理性を使ってリミットを考える。食べなくては死ぬんだけ、死ぬんです。生きていきたいんです。だからこれぐらい食べるんだ。お金がないと現代社会では生きていられない。これ人間社会でね。お金は生きるためにまるっきりいらないんだけどね。人間同士ではまあちょっと必要になっていて。でもこれぐらいやと。危ういものに対して、危険なものに対して、怒りで攻撃することをやめて、身を守ることにする。人間が本当に進化していない猿だから、なんで威嚇して攻撃する。これでやりきれないんでしょう。例えば人が病気になるから、もう菌を殺しましょう。金の方が地球の王様みたいに地球を支配していますよ。これ殺せないんです。金殺すとはならないんです。だから、あの国が気に入らない、じゃあ戦争する。この人は気に入らない、ぶん殴るとかね。この攻撃して自分の命に面倒くさいことを壊すことはできないんです。一個の命で無数の命に対して怒りを抱いちゃうと。それで死ぬでしょう。だから、危うものから身を守る。それだけ。攻撃しない。簡単に言えば逃げる。熊が、吠えながら来ると、熊が吠えるというんですかね。わーって言いますけどね。こんな野郎、ぶん殴ってやるぞと言ったらね、賢いね。まあ、10分で死にますから。一番いいことは、熊をぶん殴って鉄砲で撃って殺すことじゃないんです。逃げることです。それが道徳です。喧嘩に参加しない。逃げる。会社で同僚たちが
債務をいじめているならば自分が参加しない、どういうところです。やっぱり自分も退化した猿のように、まあ自分も人をいじめることに賛成しなくちゃって言っちゃうと、まあ猿以下ですよ。だから悪いものから逃げるんです。割愛を、生命は必ず死ぬ、だから割愛みんなやるでしょ、生きていきたい生きていきたいってことはね、これ取り除くことをできんだから、取り除いたらどうなるかまだわからないでしょ。だから即席のお釈迦様が言うのは、割愛はちょっと置いておいてくださいでしょ。それに生命は必ず死ぬというデータと合わせてくださいと。私は生きていきたいです、でも必ず死ぬ、それを見れておくんです。それで割愛のコントロールが現れるんです。これが道徳です。理性を生かす、もしかすると皆様は仏教の道徳で戒律書だからね、嘘をついてはいけんあかんとかね、殺生してはあかんという話してくるだろうと楽ちんできたでしょうね。ちょっと違いますと仏教の道徳は。そんなのどんなバカにもいるんだからね。はい、ですからじゃあ道徳リスト、皆様がよく知ってそれなら知ってるそうと、この帽子に対して議論することもできるそうと思ったでしょ、道徳リストを持って。殺生する中で言ったっても、殺生しないと生きられるんじゃないかとかね。嘘をつくのよと言ったっても、この世の中で正直で何も言っちゃうと、まずいことあるそうとかね、議論したいと気持ちでね、来たかもしれませんだけどね。でまあ、ちょっと待った方がいいんです。じゃあ道徳リストについて考えちゃいましょう。道徳リストは2つあります。一つは職責。人を管理するために世間でできた道徳リストがあります。しかしこれは場所、時代と時間、条件などで変わります。もう誰だって道徳リスト作るわ作るわ、学校に行ったらそちらで規則リストがある。例えば学校教育システム管理する文部省からなんとか省からもう規則リスト書いて送る。会社に行ったらそちらでまたリストがあって、電車に乗ったらこれこれやるなかれとかなんかリストがあって、飛行機に乗ってみたら座ってるならばシートベルトをつけたまんま出てくださいと言いながらシートベルトのサインも消すと。だからたくさんリストあるでしょ。まあ飛行機に乗ったら救命道具はハンドリストの下にあるんだよとあれ出てきますけど、ボートに乗るならば、まあちょっとしたボートに乗るならばみんなあれかけるでしょ、ライフベストは。ボート転覆したらしたならばこれかけてくださいよと。だからボートに乗る前にパッパッパッとあれ初期でもらうんです。まあ大きいボートの場合はまあ、それほど問題ないんだけど、
私は一回猛烈なスピードで動く、あの軍人のボートに乗ったことがあるんですね。だから一般人のボートにあるものとまるっきり違う中はね、でまあいいんだけど、あの乗る前にこれちゃんと備えてくださいと、でチェックして、で乗っていったんですね。やっぱりあまりもスピード、でそういうふうに言いたかったのは、いろんなところで道徳リストあるんです。場所が変わるとその道徳はいりませんね。ですから人類交通リストはないんですね、即世間では。アメリカに行ったらやるべきこととやってはいけないことは日本ではアメリカ関係ない風になりますね。日本でいる場合は必ずそんな風、こういう風に生きるべきということは、別にアフリカに行ったらやらなくてもいいことあるんです。そういうわけで、食世間が作る道徳は場所によって変わる、時代によって変わる、条件によって変わる。人類共通の道徳リストはありません。個人は他人に管理されることになるし、自立を好む心は道徳リストに適だ。時々、例えば学校の校則、会社の決まり、政府が作る法律とかね、結構凶暴でしょ。あれでどうなるのかというと、人を管理するんです。人の自由を奪う。学校に入る子供たちの自由がなくなっちゃうんです。あれ、その上嘘を言うんで、学校でみんな元気で明るくて自由に遊んで勉強しているんだが、真っ赤な嘘です。決まり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 です。そうなってくると、なんか心の中で束縛されているでしょ。自分を奴隷にしているでしょ。必ず守らなくちゃいけない道徳の場合は、あなたは奴隷になっているということになるんです。奴隷にされると、なんかどこかで、この法律に敵を持っちゃう。チャンスあったら破るぞと。だから絶対タバコ吸うなよと言ってみてください、高校生に。みんなタバコ吸うことにするんです。一回あの京都かどこか駅で見たんだけど、男三人からね、高校1年生ぐらいだと思いますけど、タバコを吸う訓練しているんです。あれ悪いと言っていたからでしょ。そこでこう連中にはあれできないんで、吸えないんで、だから涙が来るわ、鼻水が出るわ、もう最悪状態でも頑張って苦労しながらタバコ吸ってやるぞと頑張ってるんですね。だからこの社会システムだからそうなるでしょうね。だから私はね、君たちそんなにタバコ吸いたければタバコ吸ってる大人に聞きなさいよと教えてあげたかったんですけどね。
タバコの吸い方ね、そんな酸っぱい気出しながらね、あの保温も効かなくなるんですよ。だからタバコ吸う大人におじさん、タバコの吸い方を教えてくれ、頼めば。そうなってくると結果どうとも嫌だと断るんです。だから人に道徳を教えても教え方はみんな知らないんです。私ならタバコ吸いたい、じゃあタバコ吸ってる経験者から学んでくださいよと。それは学ぶことだから。そうなってくるとあの精神、あのシステムが働いてね、あの命の言うことを守っちゃうと自分が奴隷になる。言うことに逆らった方がかっこいいやと。だからタバコの正しい吸う方を教えてあげたら、逆らいたくてやらないこと決めるんです。そんなもんですよ、人間が。はい、とにかくそれも覚えておきましょう。嘘を少ないと言った途端、嘘を吸いたくて吸いたくてたまらん。殺生する中で言ったら、動物と昆虫たちを殺したくなるんですね。人のものを取るなよと言っちゃうと、取りたくなるんですね。なぜかというと、何々する中で言った途端、生命の自立や自由を犯している。だから生命は攻撃する。逆にあんた方は絶対嘘つくなよと言ったところで、あの言った人は道徳を破ってるんです。これ理解できますか？だから私はこんなバカなこと言いません。今日はこの戒律を守ってくださいと言われるだろうと期待しても言いません。はい、皆様はこういうわけで誤解を守ってください。言いませんよ。どんな風に来たって私は関係ないしね。だから成長する中で、嘘をつく中で、嫉妬する中でと言うたびに、言われる側の自由を、尊厳を犯してるでしょ。だから生命の尊厳を犯すことが非道徳なんです。だから宗教の道徳を読んでみて、まあ聖書とかね、まあ偉そうな道徳ばっかしだっかり。でもよくも言うのは、奴隷になれ奴隷になれ奴隷になれ、それはもう嫌になるほど言う。コーラン読んでみると、何時は奴隷になれ、奴隷になれ、奴隷になれ、奴隷が 90% いて、10% ぐらいこうやってはいけない、こうやってはいけないと、また道徳を言うんです。見てください。人の自由をこんなに壊してるんです。人の尊厳をこんなに壊してる。あんた救ったのは俺だよと。俺の管理以外隠れて一切何もできませんよと言ったら、あの生命の体の尊厳というのはこんなごな壊しているんです。だから皆様、道徳やとかね、思っている本などは逆なん。本当はだから気持ち悪くなるのは当たり前で、宗教ってうるさいなぁ
と思うのは当たり前で、だから私もそう思っているしね。本当に気持ち悪くなるんでしょ、あの自分のテロワードの坊主たちでも喋りとこぶん抜かりたい、ぶん殴りたい、こういう人はと思うと結構あるんです。正直こんな年寄りは若者元気な体力あるからぶん殴ったら自分ひどい目に遭うんだから、まあ好きはやめと。言うはいいところに、ああしなさい、こうしなさいと。自分はどうとか犯していることに気づかないんです。だからどうとか犯さず言えるのは、慈悲を実践しましょう程度です。慈悲を実践しましょうと言っても相手の尊厳を破ってないんです。殺生する中で言った途端尊厳破ってます。ですからこの道徳はどうしても破りたいものです。世間の道徳は、まあ守った方がいいなと分かるんだけど破りたいんです。あれ子供と同じでしょ、宿題やった方がいいんだけどとやりたくない。道徳の場合は守った方がいいに決まってますよ。あんたは守りたくないと。だから即世間がいろんなこの脅し使うんです。人信仰、神を信じなさい、信仰する者は救われますと、信仰しない人は永遠な地獄に落ちましょう。言って非道徳。だから私の理論から見れば、ただ信仰しないだけで、お前私を永遠な地獄に落とすならば、てめえほど悪念がないよと。私は仏教だからそういう反論するんです。世の中でてめえほど悪念がいないんだよ。で皆様にそんな言葉考えないでしょ。皆様ご丁寧に生きてるんだからね。私みたいに品のない生き方してないでしょ。結局は動物に飼われている猿以外何でもないでしょ。信仰、それから儀式ね、あれを習慣だよ習慣だよとかね、儀式儀礼などの枠に入れて人々に無理やり道徳守ってもらいたいという大変な戦苦労ですよ。頭痛の谷なんです。人間に道徳守ってもらうためにこちら入れてないんだけど、道徳世界では飴と鞭の理念必ず使ってますよ。これこれ守れば天国に行きますよ、これ破っちゃえば地獄に落ちますよとかね。飴と鞭を出すという言葉は道徳じゃないんです。そういう道徳守ってみても人格向上はしない。なぜならば真面目に守れば守るほど奴隷性が強くなるだけ。自立がなくなるんです。自分の足で立つ力が減るんです。だから人格向上のチャンスがないんです。しかし、
断言悪くないよ、社会との調和。まあ、トラブルを起こさず、なんとなく生きられるだけ。はい、7に行きます。仏教にも残念ながら道徳リストがあるんです。命の仕組みを知り尽くすまでは時間かかります。お釈迦様が言うのは命のシステムを知り尽くしてくださいと。そうすると命のコントロール自分にできるんです。でもこれちょっと時間かかります。この間、非道徳的な生き方をすると、人は自己破壊に陥ります。あんた、命の仕組みを勉強するまでいいよと、好き勝手に来たっての。その人は道徳破っちゃうと、自分の人生が破壊するでしょう。だから人格完成と知恵を完成したブッダが簡単な道徳リストを説かれたんです。まあとりあえず今分からなくてもこのリストを守ってくださいと。でなぜ守るべきかということは命は命の構成仕組みを自分自身でやってください。そこまで時間かかるんだから。そこはどんな大乗仏教、小乗仏教、原始仏教、テーラワード仏教、どんな仏教でもこれ捨てられなくなっちゃったんです。ブッダに逆らうことをすごい自慢する大乗の世界でもなんかどうにもならなくブッダっていうのはすごい賢いなと思ったんです。十善十悪という十回あるんです。そこでまあ大乗のお坊様方はね、まあ、私たちに悪口言いながら戒律を守ることはすごい品がないというふうに言われたことはあるんです。でも自分たちは儀式だけで十善十悪を唱えるんです。でも唱え方ちょっと合ってないんだけどね、動詞が何時はこれ守りやか否かとか聞くだけでね、自分で言わなくちゃあかんだけどね、まあ、とにかく十善十悪のリストを皆様各自で調べてみてください。これだけで道徳全てです。十項目です。で、まあパーリ語なら私は今でも言えますけどね、一応フセシュ、まあパーナーティパータ、アディナダーナ、なんとかなんとか、アリバーバー。あれ、三番目は二つありますね。最近にはカーメスミチャーチャーラ、シュッケニバ・ブラハマチャリア。守るべき全ての道徳が含まれています。それ以上も以下もありません。それを守れば道徳完璧。戒律というリストもありますが、共通なのは誤解だけです。そこでパーリ聖典では分厚い本一冊あるんです。きも細かいんですよ。私も全部読んでないんです。途中でやりなって、まあ、めんどくさいってやめるんですけどね。それぐらいありますよ。でもあれはみんな守る必要はないんです。
戒律と通すようならば誰だって5回ぐらいは守ってほしいということになるんです。でも道徳を通しては10回です、仏教との再家戒律、出家戒律もあります。数は複数です。仏陀の道徳リストは普遍的で、社会と時代によって変える必要はない。社会が変わったからといって仏陀の道徳はいつでも有効な、守らなくちゃいけない、有効なんです。携帯あるからといって嘘をついていいわけじゃないんです。携帯で SMS でも嘘をする部分というのよと。あ、日本で SMS って言うんだからね。 SNS でも嘘、ツイッターで嘘を打つなよと。はい、休憩しますかね。まあ何日間は、あと40分、ちょっと10分ぐらい上空気とにかく休憩した方がいいんです。それでは、4時まで休憩いたしますので、手洗いなどお済まいいただきます。はい、4時から再開いたします。Thank you.
Thank you.
丈夫ですかね。では始まります。この8章で道徳をどう守るのかと、道徳って何ですかと言ったら、ね、従善従悪を調べてください。あの普通の、あの仏教辞表でもどちらでもあります。でどうやって守るのかと、儀式習慣として守ることもできます。ところでここでも講演始まる前に、なんかちょっと儀式っぽいというかね、そういうふうに、まあ戒律受けたんだから、じゃあどうしようもない、仕方がなく守るって、これもまあできます。しかしこういう儀式として守ると失礼になったり、感情に負けて破ったりもします。意味を理解して自己責任で守ることを推薦します。ですから道徳っていうのはちゃんと学校、仏教学校で学んでほしい。これはどんなバカにもできるものじゃなくて、ちゃんと知識ある理性ある人は、まあこういうわけでこの項目、こういうわけでこの項目で学ぶと、まあ例えばね、あの体のことやらね、学ぶとビーレスの働きやら、こんなふうにビーレス感染しますよとかね、学んだ人は大体自分を身を守るでしょ、自然に。だから知った方がよろしいですね。守りなさいとブッダが指令しない。それはしない。どこにもないんです。自分の悪感情を制御して、善感情を育てる目的で守る道徳は人格向上と下脱出に人を導きます。まあ、でお釈迦様がブッダだからリストを教えてますよ。守りなさいと言えば、で勉強すれば、ああ自分でやっぱり守った方がいいなと一人一人が思うんです。そういうわけで戒律にはレベル2つあるんです。一つはまあ儀式として項目を暗記して守る。まあ仏教徒だからじゃあ5回まあ守りますよとかね、とかまあグリステオドからとかなんとかとか言って、まあこの戒律守ると、なんとなく儀式っぽいですね。そのレベル。もう一つ、存在欲、割愛をコントロールして、感情をコントロールして、感情に負けないで理性で生きるために、守りまっと、あるいは分かりやすいは欲に勝つ、欲に負けないために、これこれこれやる。例えば食事コントロールする、苦しいでしょうね、食いたいかって人にとっては。ではなくて、あ、自分のこの性格だらしない、自分がどうしても味に負けてしまう豚みたいな人間やと、ああだからこれなんとか直そうと思って自分が食事コントロールする。レベル高いでしょ。なんであんたこの美味しいものあるのに食べないのか、もったいないでしょと言ってもね、え、私は結構です、これしか食べませんと。これがかっこいいんですね。欲に負けません、怒りに負けません。
人に悪口言われて言われても人を怒鳴らない、いわゆる悪口なんて言ったっけかな、悪口言わない、粗悪語を言わない、自分が弱いからじゃないんです。怒りが出てくると粗悪語を言いたくなるんです。怒りをコントロールする、そう、怒りの感情をコントロールすると言って言葉をコントロールする、それ一番かっこいいんです。だからシーラとアディシーラというステージ2つ道徳にあります。シーラぐらいは大体仏教以外にもあります。宗教と関係なく普通の社会にもあります。アディシーラは仏教のみなんです。はい、9番目に行きます。ちょっと別なポイント、生きる免許というテーマにしたんです。免許取っていうと、生まれて生命は死ぬまで生きるんです。本当にすごいんですね。死ぬまで生きられるんだから。しかし正しい生き方は知らない。収入を得るために教育を受けますが、正しく生きるための教育を嫌がります。本当におかしいんですよ。収入を得るために学校中中小中高大学に入っちゃうしね、それからいろんな研究所をやられたり、外国で留学までしたり、あるいは会社でいろんな訓練を受けたり、もう結構頑張ってますよ。でも生きてるからでしょ、そんなのやってるのは。生きてること仕事より大事でしょ、生きてることは結婚することよりも大事でしょ、生きてることはマイホーム作ることよりも大事でしょ。なんで生きることは学ばないんですかね。命の仕組みを学んで自分にも他人にも幸福をもたらす害を与えない生き方を学んで生きる免許習得した方が良いんです。そこで仏教学校というのは仏陀の教え学ぶことです。この仏教学校で、これ大学よりもレベル高い、ものすごいレベル高いんです。生きる免許をあげるんです。そこで道徳、私はちょっと慌ててこれ書いたんだから忘れたポイントがありまって、道徳っていうのはいろんな方法でまとめているんですよ。一つ一番わかりやすいのは、自分が幸せになる、自分の親しい周りが幸せになる、一般的に生命がみんな幸せになる、生き方が道徳的な生き方です。そこで自分に害を与える、周りに害を与える、生命一般的に害を与える、自然生命すべてに害を与える不幸なる生き方は断言非道徳でした。それだけ自己判断で生きてみれば、それだけで上徳すべておりでしょ、至って簡単でしょ。Good for me, good for others, good for everybody. このミッションです。Good for me, good for others, and good for everybody, good for all. と生き方を知ってください。
そんなふうに言える人間、ブッダ以外はいません。もう一つ道徳を判断する方法があります。貪瞋痴を拡大させる生き方が非道徳、悪行。貪瞋痴をなくさなくてもちょっと制御する生き方が善行。ですから貪瞋痴に逆らう行為も善行、道徳です。例えば何か自分のために取ることの場合は欲が働きますね。だからで取ったことはご飯取ったら悪行為ですかと、それじゃないんで、量知ってるならばね、弁当を重ねてありますね、みんなの分、自分がこの弁当2つ食べられますからとかね、結構見たらたくさんなりますよと。人々、食べる人々は10人がいて弁当13枚巻いてるんですかね、弁当は1個2個だと、あ、13個もあります。2つ食べて悪くないと2つ取っちゃうとかね。まあだからまあ、しかしご飯取って食べることは欲ですけど、悪行為にならない、量を知っているならば。命を捧げる、そこを潰しちゃうと悪行為になる。ですから貪瞋痴を制御する生き方は道徳で、貪瞋痴をかきたてる生き方は非道徳で、ということになります。で逆に例えばこの、なんで伏せすることやら慈悲の瞑想することやらね、普通の瞑想することは最高な時やと言ってますかというと、伏せすることでやっぱり欲に反対の精神が生まれるんです。やがて欲が死ぬんです。だからそこと道徳になるんです。瞑想するとき、慈悲の瞑想するときでも、貪瞋痴が何か感情が悪くて弱くなるんです。はい、そういうふうにも道徳を判断することはできますね。二つですね。Good for me, good for others, and good for everybody という方法と、貪瞋痴を制御する生き方、道徳で、貪瞋痴をかきたてる生き方は非道徳で、それで道徳は全て終わりということになるんです。まあそういうことで、宗教世界では、宗教でなくても日本の社会でも我々を洗脳するんですよ。脅すんです。脅して法律守ってもらうんです。で仏教を学んだ人々は洗脳もなく脅しもなく生きる、免許取るんです。何のことはなく、だいたい寝ていても悪い夢見ませんよ、仏教の人々は。時々夢で罪を犯す場合あるでしょ、それもなくなります。夢で人を怒鳴る、夢で人をぶん殴るとかありえるでしょ、それもなくなります。夢でさえ悪行為しないと、道徳を守るという、夢でさえ嘘をつかないと。簡単でしょ、そんなに変な話じゃないんです。はい、次に行きます。樹海の樹海に、命の仕組み、たくさんの命が集まって人の命は構成します。
こちらたくさん命がありますよ。無数にあるんです命は。この体が私だけのものじゃないんです。もう数えられないぐらい、重さで見たっても何キロもいるんで、他の生命は一個一個の細胞の中にも他の生命が入ってます。ミトコンドリアというね。だから仏教の免許取ってる人は決して私の体ではないんです。私たちみんなの体、未生物の体でもあります。未生物も住んでるところです。結局私のものではありませんね。だから細胞一個取って、これ俺の細胞言えないよ。見てくんで、あのね、これ私は住んでるところですけど、私がいなかったらこの細胞を知りましょう。だから細胞イカってあげたミトコンドリアが私の細胞で言ったらしょうがないでしょうね。実際そうだから。そうすると細胞は全部自分のものでなくなっちゃうんです。ですからお釈迦様、簡単にね、私のものは何もないよと言ったら、みんなブッダをバカにしようと思ってるでしょ。ブッダをバカにしようとして自分がバカになるだけでないんで、仏教科学的に見ても私の細胞は一個もないんです。はい、認識の流れに考えたりするでしょ。ちょっと今日は寒いなと、まあ、春なのにちょっと、というふうに考えるでしょ。ある意味私とみんなラベル貼ってるんです。指に対して私の指、私はどこ行ったら、実はこの四六十やってる妄想に私って言ってるんです。だからなんかおかしいでしょう。妄想が私であると、しかしじゃあ思考は私だったら自分思うままに思考できるでしょ。残念ながらできないね。思考が感情の薄に入ってる。だから首薄で回されて回されて何の感じもない、できない。船で海に入ったんだけど、船にはエンジンがあるんだけど、なんか薄に入っちゃったと、タスマキに入ってしまったと、知ったことじゃない。全部制御不可能になるでしょ。だから私だと自分の思考に行ってもコントロールできない。自分で立ち去ることもできないものをどうやって自分のものやってるんですか。それから外にある生命システムのもう一度、外にある生命システムの協力なしには生きられません。この身体の中にも、40兆の細胞の中にもまた命があって、そこで協力できてるんですね。それで終わらない。外にある生命の協力も必要。だから単独我が命なんかはないんです。道徳っていうのは皆と調和して仲良く生きることです。でないと
あなたは優れましょう。それで私はこの指揮者っていう言葉を使ったんでしょう。だから自分で考えるでしょ、考えることが嘘に入ってるでしょ、だからコントロールできない。そこでそう考えることに思考を入れて瞑想でもして妄想をコントロールして、正しく考えることになると全てをしっかりコントロールする、指導する指揮者になるんです、自分の心が。そうすると全ての生命たちが一緒に素晴らしいオーケストラで演奏します、生きるという。今はみんなバラバラ、足の細胞は足の勝手で、私の体の場合も心臓の細胞は自分勝手でバラバラでやってるんだから結構大変ですよ。ちょっと早く歩いちゃうと死んで、なんて言いますか、死に倒れるんです。あれは老衰だから別に、それは別にどうってこと関係ないんだけどね、まあとにかく美しい演奏っていうのは楽器たくさんあってね、みんなちゃんと合わせて演奏することですね。それには指揮者が必要です。指揮者、今指揮者がないんです。だから勝手で道徳じゃないんで、道徳っていうのは命に心を指揮者と、指揮者として育てることです。で、あの銃で全部道徳授業はおります。これは功徳、道徳って何でありがたいかとね、言わなくたってもね、生きる免許でしょうね。免許取って何が悪いかと聞く人がいるんですかね。じゃあ車で無免許で運転してみてください。常識でしょ、道徳は。で、心と体が落ち着きます。道徳もある人の場合。だって、指揮者がいるでしょ。楽器は誰か勝手にみだらに演奏しません。必要な時、必要な瞬間だけ音を立てて、また黙っていく。良い生き方が現れますよ。そうするとすっごく落ち着くんです。落ち着いたければ道徳です。病弱にならない。業によって生まれつきいろいろ病気持って生まれたっても道徳守るとなんとなく管理できますよ。大体そんな人っていうのは数すごい少ないんだけど、病弱にならない。みんな元気でいられます。理性が現れます。バカではなく、すごい理性的な人間になります。頭が良くなります。勉強はできるわ、物事を理解できるわ、新しいものでパッパッと学ぶことはできるわ。もういいとこ住めでしょ。社会と対立がなく平和で楽しく生きられます。今皆様会社に行ったっても対立、家に行ったってもまたそこで対立、どこでも対立的な言い方ではなくてすごく平和でいられます。平和でいることが楽しいんです。精神的な病気が起きない。結構いるでしょ、精神的な病気の人々は一瞬たまって道徳を持ったら、小さいというから道徳を持ってほしい。どんな精神病にもかからない。人格が向上します。集中力が強くなります。すごい集中力が生まれていきます。
知恵が現れて下達者に達します。だから仏道を読むためには道徳からどうしてもスタートしなくちゃいけない。だから仏陀が語った道徳とはそういう科学です。じゃあ結論、まあ、いきます。あ、孤独まだありますね。信頼される人間になります。他人が自分の言うことに常に賛成します。だから生きやすいよ。自分が道徳を持っている人だったら自分が何か言ったらみんな、ああそうですか、はい、分かりました、すぐ賛成します。対立しない。リーダーシップのある人間になります。人の前で決して不安にならない、緊張しない。人間だけではなく他の生命にも好かれます。幸福な生き方と幸福な死を確保できます。幸福に生きる、死後も幸福、死の恐怖感がなくなります。それとすごい大事でしょ。みんな死ぬのは怖いでしょ。どうと思ったら死の恐怖感が消えます。下達者に達する道を歩むことになります。はい、だいたい孤独はそんなもんで、はい、ラスト結論。仏陀の道徳は人を脅して自由を奪う指令ではない。人に幸福、自由、安穏を与える知恵に基づいた科学です。話は以上です。はい、ありがとうございました。ちょうど時間が、16時27分ですので、限定 お一人ぐらいで何かご質問あれば受け付けますが、いかがでしょうか。皆さん疑問がゼロということで、ですか。あ、一人いらっしゃいました。はい、少々お待ちください。このまま喋ってください。チャプター8の最後のところに、シーラとアディシーラっていう、シーラとアディシーラという言葉があったんですけども、アディシーラっていうのは、マッカシーラとパラシーラのことでしょうか。チャプター8の最後に、シーラとアディシーラっていう言葉があったんですけども、マハサヤドの本に、パスモラリティと、あとフルイシモラリティ、マッカシーラと、パラシーラっていう言葉があったんですけど、それと関係がありますでしょうか。私何言ってるか分からない。アディシーラというのは、マッカシーラと、パラシーラのことですか。マッカシーラとマッカシーラとアディパラシーラ、パラシーラのことを、パラシーラ、同界と破壊という用語があるそうなんですけど、マッカシーラ、パラシーラ、あんなの面も仏教でいうね、伝統的に繰り返って暗記していってるもので、ミャンマーの坊さんってもうちょっと理解してほしいと思いますよ。大昔ばっかりするんだから。そんなものはないよ、マッカシーラ、パラシーラ、全くおかしいんです。これはだけはもうはっきりと文句言わなくちゃあかんです。マッカっていうのはもう 修行に入って下脱に達する道でしょうね。パラっていうのは下脱に達したことでしょうね。下脱に達した人に乖離する関係ないでしょうね。
スリティアのテーラワーダ、ジュンテーラワーダの説明です。ジュンテーラワーダは、ジュン・ブッダの教えとはぴったしはめません。結構脱線したところ考えあるんです。だから、シーラ、アディシールとは、例えば、嘘をつかない。嘘をつかないのはシール。人格向上するために感情、悪感情を抑えるために、自分自の戒めのために、自分の成長を考えてチェックしながら嘘をつかないことはアディシールです。だからちょっと品が上ということです。アディシーレ、アディパンニャー、シッカティケラというふうに経典にありますけどね、これはもうテーラワーで注釈書に入っちゃうともうはちゃめちゃおかしい注釈になります。アビダンメ、アビビネという言葉もありますよ。アビダンマっていうのはその場合は七つのテキストじゃないんです。ブッダがアビダンマという言葉を使うとね。まあそういうことで関係ない皆様に。はい、終わり。はい、ありがとうございます。では、最後に、祈願の門を、皆さんとお唱えして終了したいと思います。はい、皆さんご一緒にいただきましょう。ドカパタチェニンドカバヤムパタチェニンバヤソカムパタチェニソカオントサンビピパニノ。苦しんで悩む生命が苦しみなく、恐れて悩む生命が恐れなく、悲しんで悩む生命が悲しむなく、一切の生命が安穏でありますように。サードサードサード。はい、ありがとうございます。島さん、ありがとうございました。それから皆様ご清聴ありがとうございました。今日ちょっと質疑応答の時間、あまり取れなかったのですが、この後ですね、午後8時からですね、Zoom の方で、振り返りの、Zoom 交流会1時間ほど、予定しておりますので、ぜひそちらもご参加ください。今日の YouTube の、ライブ配信の動画の概要欄に Zoom のリンクが掲載されておりますので、そちらの方からリンクをクリックしてお入りいただければと思います。それから、結構忘れ物など、ちょこちょこございますので、お帰りの際には足元、あとお席の間とかですね、もう一度確認してからお帰りください。それから今日雨なので、傘のお忘れ物が必ず出るんじゃないかなと思います。お手元の傘、忘れないようにもう一度ご確認の上お帰りください。足元も滑りやすくなっておりますので、足元も気をつけてお帰りください。それではどうもありがとうございました。